はい、それでは別館です。今日は高山先生に本館の方であれですね、アジアンハイウェイの話を伺って、もうちょっと深くお聞きしたいなと思ったのでまずこの5本の中から、先ほど話題に出たあの川を渡ったっていうのはこれのことなんですって。あ、これがね、タイの北側、北っていうか一番西側と、あのビルマがこのミヤワネ川ってかな、この川を挟んで、もうあっち側はもうビルマなの。へえ。それでみんなこう、あのこれはみんな行商の人たちで、あ、こっちに渡ってくるんですね、交換でね。わあ。で向こう行くとね、とにかくあのビルマ側に入ると味の素がたくさん積んでる。味の素はね、もうとにかくもうものすごい売れ筋だったね、へえ、そうなんですね。え、この川を高山先生もジャブジャブって渡って、ジャブジャブ渡ってで追い返されたんですか。でカメラマンもジャブジャブ渡って向こうが行って、あのちょっと取材したいんだけどって言ったら、不法入国だっつってね。へ確かにビザも取ってないし、っていうかビザ降りないのよね、ビルマはね。あ、そういうことだったんですね、これ川の水ってどれぐらい綺麗なんですか。結構綺麗ですよ。そうなんだ。これは、北の方のね、あのもう一本がイラワジ川って言って、あのハノイの方に流れるのがあるけど、もうちょっと違う方角だから、あのもっと西側だから、結構綺麗な川で。あ、そうなんですね、じゃあそれで病気になったりとかってことはなさそうな感じなんですね。あ、だけどね、水はみんな汚くて、もうすぐ、すぐお腹壊しましたか、はい、まあね、アジアはそういう危険が伴いますよね。でこちらはちょっとこうぶばった写真なんですけれども、この武器商人も後ろの武器もすごいですし、その下、これペシャワールですね。あのペシャワールにダッラっていうね、あの 武器市場があって、製造販売をやってるのよ。いや、この文章もちょっとびっくりです。通りに面した店からカラシニコフを持った男が出てきて、突然空に向けて乱射し始めた、薬莢が乾いた音を立てて床に散らばる、向かいの店から9ミリ弾使用のハンドガンを持った男が負けずに羽根越しに見える崖に打ち込むって、すごいですね。あの、僕もやりましたけどね、はい、カラシニコフも打ったし、これはね12ミリ機関砲でね、対空砲ですね、12.6ミリ、こんな目の前で、であれ撃ってる人はね、はい、あの徳永さんって言って、あの日本人、あ、日本人でね、はい、あのここの徳永さんがガイド、ガイド屋をやってて、そこ その部下だった、アクバルっていうのは僕 あのガイドについて、ずっとイランまで行ってくれた。そうなんですね、こう間近でこんなの、ね、死者とはいえぶっ放されていかがでしたか。いや僕もねぶっ放したけど。そうなんですか。こう握りなんだよね、あのこうやって引くんじゃなくて、握りがあの発射のトリガーなんですか、でガガガガって言ってね、もうあの10発に1発ぐらい栄光弾が入ってるから、ピューってあのルートが見えて、向こうの崖までピャーってこう飛んでくる。はあ、楽しかったですか。もうカラシニコフはね、あの弓なりになるけど、結構正確にこう、あのやっぱり売れるのは、ただそこで作ってんだよね、ここは今の村で。あ、そうなんですか。そこでね、日本のね料理だとか、なんかあの旋盤だとかフライス盤だとか、全部日本製の工作機械で、それで素材はちゃんといいとこから入れてて、ほんで、あのみんなメイドインってメイドインジャパンって売ってんのよ、カラシニコフにね。で違うだろうって言ったら、いやいやこれは日本製の機械で作ってるからなんつって、なんか話にもならんみたいな。それでメイドインジャパンって書いて売ってるんですか。いやたまりませんね。たまらんな。嬉しいような、困っちゃうような、困っちゃいますね。日本製っていうのはすごいね、高級、ブランドなんでしょうね。でカラリと変わるんですが、こちらはあの反米感情をむき出しにフセイン大統領の肖像画を掲げてデモる市民たち。これどこだろう。取材班はバングラデシュに行って書いてありますね、その
あ、そうだね、バングラデシュ、あの、はい、ほら馬車だか一輪車だかね、二輪車か、 あれが有名なんだよね。はいはい、うん、自転車の後ろにつけて、シクロじゃなくてなんとかって言うんだよね。あ、シクロって聞いたことありますね、うん、で、はい、とにかくね、あの、うん、あそう、ちょうどね、湾岸戦争の最中、そうそうそう、うんうん、これでこっちがね、日本側が、うん、イラク戦争に金出したって言って、うん、はい、一度襲われかけたことがある、うん、結構ね、あの日本がサダム・フセインに敵対しているって言ってね、うんうん、でサダム・フセインっていい人なの、うん、結構ね、うん、そういう声多いですよね、うん、はい、開戦の日にダッカにいたんですって。そうそう、それでね、うんうん、あの臆病なカメラマンが日の丸を隠せって言い出して、うん、で日の丸隠さないと襲われるからって言って、うんうん、だけどなあ、そんなこと言ってたらね、どこも通れないですね。なるほど、あの臆病なカメラマンとおっしゃいましたけれども、あのみんな最後まで旅を全うしたんですか、一緒に行ったチーム。いやいや、ダメだった。あのね、ベトナム、カンボジア、はい、タイ、それからシンガポール下って、はい、ダッカに行った頃ね、うん、もうほらどんどん日本から遠ざかるじゃない、はい、だからみんなホームシックにかかっちゃって、それでアルコール叫びたりになったりね、それから一人はね、朝日新聞のカメラマンに受かったからっつって、はい、でそれを口に出さないでね、もうこんな取材は やってもダメだっつって、あの、うん、返せ返せっつってね。旅の途中でそれを暴露したんですか、ゲロったんですか。いや、それはね、本社に戻って、あの高山っていう隊長はとんでもないっつってね、その取材に断つって女ばっかり買いあさってるみたいな。それ真実なんですか。いやいや、そんなこともう上品な僕はするわけもないんだけど、あのそれで、散々僕の悪口言って本社に、本社を戻して、はい、戻った翌日に朝日新聞の最後の試験を受けて、うん、翌々日にあの朝日入社しちゃった。なんと、うん、もうだからなんていうの、ちょっと人選を誤ったよね。何人でスタートして最後まで行ったのは何人？僕だけ。いやね、最後あと2人ね、追加が来て、あ、なるほど、入れ替わったんですね。社会部とカメラマンが来て、うん、はい、であとはまあその地元の人をね、はい、あの言葉の通じそうなガイドを雇ったりね、はい、まあ英語か日本語かで、トルコではね日本語の人がついてくれてね、うんうん、あ、そのトルコの写真だと思いますが、こんなシーンにも出くわしたんですね。武装したトルコ兵に下山を阻止されるクルド人、これはね、サダム・フセインがクルド人を爆撃して、はい、うん、クルド人が雪山を越えてね、山を越えてきたのね、うんうん、でそれをトルコ側が、向こう並んでるトルコ側で、それで、ここから先入るなみたいな、はい、これでもう裸足でね雪山のところに追い返されたりして、うん、とてもかわいそう。これはもう新聞に載って、はい、あのやっぱすごい衝撃の、いや、ね、衝撃ですよね、うん、いや、よくこんな写真撮れましたね。いや、これ現場行ってたからね。それからもう一つは途中だけど、早稲田大学の学生がほら、うん、あのインダス川下りしてて、うん、ダコイトっていうあの、うん、盗賊に襲われて、うん、身代金を要求されてっていう、ね、それは我が社の特ダネだよね。あ、そっかそっか、そんなとこね普通人行ってませんからね、社員がね。でこのクルド人たちは追い返されてまた帰っていったんですか。うん、あのそこにキャンプを張るように最終的には OK になったんだけど、あ、なるほど。あの時はねオザールが、うん、大統領だったんだけど、はいはい、オザールは半分クルドなんだよね、うんうんうん、だからね、そうなんですね、うん、トルコの大統領ですよね。食料を供給してやったり ね、はい、ね、うん、だけどほらトラックでこう、うん、なんていう食料なんか積んでくんでしょ、うん、そうするとクルド人がうわーって群がっていってね、うん、でも我先にってやるんだけど、うん、乗ってるトルコ兵が片っ端から銃剣で突き落としたり殴ったりね、
もうそこまでしなくていいだろうと思うんだけど、うん、やっぱり共に略奪民族だから、うんうん、すごかった。なんか日本人がいかに平和的かっていうのがよくわかりますね、うん、ね、3.11 の時みたいに ね、いやもう私は結構です、次に待ってください、ね、ああいう図は絶対ないないんですね、うん、一番印象に残っていることは何でしたか、この全てのアジアハイウェイの旅を通じて。一番あのね、タリバンが生まれたのが、うん、カンダハルの南の方の、うん、に町があって、はい、なんだかなあの町は。でその町でね襲われたの、ね、あの高山先生たちが、そうそうそう、でこっちは日本の四駆に乗ってて、はい、でそれに奪いに来るんだよね。でもうしょうがないからもうダーって逃げたんだけど、うん、そっから逃げるとねカンダハルなの、ね、カーチェイスみたいになったってことですか。いや違う足で追っかけてきたから山に逃げ込めたんだけど、はい、まあこっちが車飛び乗る前に襲いに来たんだけど、うん、こっちのがちょっと身軽でね、はい、その助手のアクバルっていうのが、うん、そのダリゴっていうのはパシュトゥーンの人間が話す言葉も知ってて、うん、タジク人だったんだけど、うん、襲ってくるから静かに車に乗って逃げようってこうやってね、ここで逃げたんだけど、うん、逃げた先はカンダハルで戦争やってんのよね、うん、ゲリラとね、うん、だからね、結局もう山の陰に潜んで、うん、でもう日没を待って、うん、で日没になるとほら、うん、アラーフアクバーとお祈りが始まるじゃん、はい、アザーンが始まると、うん、その時だけほらみんなこう、うん、お祈りに行っちゃうから、はい、その留守をついてピューって言って、ね、パキスタンが逃げ込んだ。へー、すごいご経験をされてますね。あれがやっぱり、一番怖かったね。うん、捕まってたら大変なことになっちゃうかもしれませんね。もう簡単に処分されて ね。いやよかった、逃げ延びれて。いやまだまだ聞きたいところですが、うん、そろそろじゃあまた続きをぜひ次回よろしくお願いいたします。はい、はいはい、じゃあ今日の別館はこのあたりで締めさせていただきます。ありがとうございました。